アメリカ海軍による AIM-95 ミサイルの写真 F-4 に搭載された a i m 9 5 a i m 9 5アジャイルはアメリカ合衆国によって開発された短距離空対空ミサイルである AIM-95 は AIM-9 サイドワインダー短距離空対空ミサイルに代わる先進のミサイルとして チャイナレイク海軍兵器センターで開発された。アジャイルは、ファイアフォーゲット作動が可能な赤外線シーカーを備えていた。シーカーヘッドには、ビジュアルターゲットアクイジションシステムと呼ばれる、ヘルメット装着型照準装置によって照準できる、高いオフボアサイト標的探知能力があり、前にいない目標に対して発射することを可能にした。それゆえに、 ファイアリングポジションを確保することを以前より、はるかに簡単にした。AIM-95 の固体推進剤ロケットは、AIM-9 サイドワインダー以上の優れた、旋回能力を与えるために、水力変更能力を持っていた。アメリカ空軍は、同じ時期に、F、F-15 イーグルに装備するための AIM-82、ミサイルを開発していた。 双方のミサイルの役割が一部重複する部分があったため、アジャイルを存続し、AIM-82 の開発を破棄することが決定された。AIM-95A は、チャイナレイクでの死者と、1975年から1978年の、ネリス空軍基地での F-14 と、F-15 による、アセバル、エームバル統合試験評価への編入を含む、 飛行試験が行われるところまで開発された。より高いオフボアサイト能力と高いコストの限られた有用性を示しているエイムバルの分析結果は、それが入手可能であるともはや考えられていなかったという意見に終わった。そして、プロジェクトは1975年にキャンセルされた。その代わりに、サイドアインダーの改良版が空軍と海軍による 使用のために開発された。これが、臨時的な解決策であったはずだったが、実際には、AIM-9 は、今日も運用を続けられており、アジャイルのような特徴を持つミサイルは、AIM-9X や AIM-132A ズラムとして開発された。ソビエト連邦は、水力変更機構を持つ、先進的なコーボアサイトミサイルの開発に乗り出し、 1985年に、ミッグ -29 の AA-11、R-73 アーチャーを配備した。ありがとうございます。